バウネアリオ・コンボリューバウネアリオ・コンボリューとは、ブラジルのサンタカタリーナ州にある都市。人口は2014年統計で124,557人。ブラジル大都市近郊にある、ブラジル国内有数のビーチリゾート都市として知られ、丘陵地帯から大西洋を一面に見下ろす位置にある。また、同市はケーブルカーでも知られており、ラランジェイラスビーチからセントラルビーチをつなぐ。 観光客は夏場だけで100万人を超えており、市街地には無数のリゾートホテル、マンションが林立する。2012年、バウネアーリオコンボリューは、電子音楽の中心都市としても、ホーブス市によって評価された。市内には2つの有名なクラブハウスがあり、1つがバルンクルブ、もう1つがザグリーンバレークルブである。二千十二年にはザスペースビーキャンバリという有名なナイトクラブも、 開業した。市内には超高層のリゾートホテル、高級マンションが林立し、ブラジルのドバイの異名を持つほど発展が著しく、海外からも多くの観光客が訪れる。バウネアリオコンボリウマイナスの市名の由来は誰も分かっていないが、獅子によると一体の有名な魚介類の一種、リバーフィールドウィズ・ロバローにちなむとされ、バウネア,アリオは一体の海岸線、 コンボ流は一帯を流れる河川にちなんでいる。対岸の小島、ラランジェイラスビーチには17世紀の海賊船を模した観光船が周遊しており、バウネアリオ港を往復する。市内にはリオデジャネイロのキリスト像と同型のキリスト像がシンボルにもなっており、夜間にはライトアップされる。また、パラグライダーも人気があり、およそ1キロにわたるビーチを滑空できる。 市の西部には、コンボリュー川があり、ケーブルカーからの眺望に優れる。ありがとうございます。